から離れてみてくださいね。その昔、とある国に隕石が落ちた。やがてその国に特殊な力を授かった者たちが現れ、忍者と呼ばれるようになった。乱世の時代、忍者は大名に仕え、情報活動を中心とするさまざまな任務に当たった。だが時が流れ、新しい時代がやってくると、忍者は不要な存在となった。忍者たちは追われるように海を渡り、諸外国へと散った。そして時代は今、ここにも忍者の子孫がいた。出てきたね。ペギーさん、誰かお待ちですか？誰かって毎晩毎晩トンカントンカンと。ああ、ダメですよ。そんな難しい顔して。ペギーさん、とっても素敵な笑顔を持ってんだから。じゃなくてだね。笑顔は幸せのもと。一日の始まりは笑顔から。いい一日を。また逃げられた。ペギーさん、怒ってたな。今度パイでも買って持っていくか。今日こそ実験を成功させるぞ。なあ、諸君。バート、何時だと。ベレッカ、言いたいことは分かっている。けど、
もう2時間も遅れてるんだ。無駄にしてる時間はないぞ。早く忍者ガムを完成させないと。さあ、実験を始めよう。確か今日で実験を始めて丸3年。何回目の実験だっけ？2500と2回。ありがとう、ロン。失敗記録爆走更新中。いつになったら完成するんだか。ベレッカ、分かってないな。かの有名なトーマス・エジソンはこう言った。私は失敗したことがない。ただ1万回のうまくいかない方法を見つけただけだ。って、まさか本当に1万回実験をやろうってわけじゃないわよね。昨日の失敗を踏まえて、こいつの代わりにこれとこれを入れて、これでよし。ベレッカ、スイッチオン。いいぞいいぞ。また失敗。でも一つ分かったことがある。味は大切だってこと。こんなにまずいんじゃ完成したって誰も噛んでくれない。でしょうね。これまでの失敗データをまとめておいた。ありがとう、ロン。11時きっかりにトレーニング。日課は崩さないか。じゃあロンが戻ってくるまで僕たちも休憩だ。え、休憩って今始めたばっかじゃない。朝ごはんも食べてないし、こいつも分析したいしさ。気のせいか。ああ、それからポテトチップスもね。結局こうなるんだから。怒らない怒らない。研究室にこもってるだけが研究じゃないからね。人々のざわめきにショーウィンドウを埋め尽くす新製品。発想の源は街の至るところにあふれている。はいはい。たまりにたまった3年分か。ん？この失敗、これって確かできたガム食べたら。ごめんよ、お二人とも。僕が間抜けで才能のない研究者だから、失敗ばかり、迷惑ばかりかけて。バートン。ベッカ、どうしたんだ、その顔。え？そうか、僕が迷惑ばかりかけてるからそんなひどい顔に。ごめんよ、ベレッカ。いつもこんなですけど。そんなことあったっけ。他にも書類の角が2度も曲がっているじゃないか。ああ、もうお菓子の粉がとか、にゃーとか。でもおかげで研究もあと一歩のところまでたどり着いた。3年か。ロンが初めて研究所に来た時のことを覚えてる？ん？私たちが忍者ガムの研究を始めてしばらくして。誰？ん？あ、WNA の研究員？え、でも来るのは明日じゃ。ダメ、研究員よ。うん？忍者の末裔だからって
みんなが君みたいに忍術を使えるわけじゃないんだ。はじめはとっつきにくいやつだなって思ってたけど、1000回目に失敗した時だっけ、さすがに私たちが落ち込んだ時、はあ、成功する最も確実な方法はもう一度試してみる。いつでも OK だ。ロン。WNA からまだ忍者ガムはできないのかってせっつかれた時だって。 WNA は任せろ。お前らは研究に専念していればいい。ロンがいなかったら僕たちの研究は途中で終わってたかもしれない。ええ、お待たせしました。フィボナッチ数列ん？だからこの回、世界で一番美しい僕の大好きな数式、フィボナッチ数列っていうのは2つ前の項と1つ前の項を足し合わせていくことができる数列で、全化式で書くと A1=A2=1、 AN+2=AN+1+AN、 ただし N は1以上。図形で表すと、やれやれ、これが始まると止まらないのよね。その横に長さ2の正方形を置いて おかえり、ロン。ちょうどよかった。2502回目じゃなくて2503回目の実験を始めるとこなんだ。ロン、ありがとう。君がまとめてくれた失敗データを見直して分かったんだ。考えるだけ無駄だってね。さあ諸君、2503回目の失敗を始めようじゃないか。ベレッカ、スイッチオン。あれ、なんで止まった？大丈夫か、ゴロ？まったくもう。鈴が。どうなってるの？これのどこが？
さっきと同じただのガムよ。結構うまい。味はまあまあ。けどまた失敗。バトン？違う、こっちだ。バトン？どうだ、それ。この感じ。なになに？よし。行くよ。見て見て、カメレオン走ってる。これが忍者ガムの威力なの？忍者ガムは僕ら忍者の末裔が噛むことで体の中に眠る忍者の潜在能力忍びの力を最大限に引き出すことができるんだ。それは知ってるけど、まさかここまでだなんて。それには僕も驚いてる。イエーイ、最高だよ。そこまでだ。調子に乗りすぎた。確認させてもらう。確認？え？何？危ないだろう。ちょっとやめなさいよ。見せてみろ、忍者ガムの真の力。真の力？確認完了。死んでもらう。バトン！ガラッ！ザレッ！ノッケ！テノッケ！ハさすが半蔵の血を引く者。どんな問題？バートン、ちゃんと説明して。はっさあ、説明してもらおうか。爆弾！ママ、空から降ってきた。爆弾はやりすぎだよね。オーケーバートン、今度はあんたの番ね。ちゃんと説明して。説明って何を？だから忍者ガムが武器になるってこと。あれにはびっくりしたよね、バートン。本当に知らなかったんだって。おそらく忍者とガムが融合することで忍びのパワーを閉じ込めた強力な武器や忍術が作り出せるんだと思う。そしてそれを少なくともロンは知っていたってことは、 WNA も戦争でも追っ始める気？ん？バートン？っていうかあんた若返ってない？ほんと？忍者ガムには美容の効果もあったりして。え？って、私も！ベレッカ、僕た
たち子供になっちゃった。わかった、引き続き監視しろ。やっぱり実験は失敗だったってことじゃない。そうとも言えない。これはおそらく忍者ガムの副作用だよ。いいかいベレッカ、かの有名なエジソンがこう言った。それは失敗ではなく…はいはい、エジソンの話はもうおしまい。研究所に戻って元の体に戻る方法を考えるわよ。あればいいけど。そうですか、変わりますね、私たちの未来が。封鎖されてる。立ち入り禁止だ。どうしたの？空っぽだ。空っぽ？ベレッカ、君はどう思う？忍者ガムを噛んだら子供になってしまったケンさ、果たしてこれは完成と言えるのかって。ベレッカ待ってくれ。次回忍者ら、バートンとベレッカの長い一日、絶対見てくれよ。コロ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 チャンネル。